フォードコーティナヒュンダイフォードコーティナヒュンダイフォードコーティナは、韓国の現代自動車が1968年から1983年まで製造したノックダウン車である。ヒュンダイコーティナマーク V1967 年12月下旬、現代建設は、韓国政府に製造許可を受け、現代自動車を創立。1968年2月にフォードモーターの契約を得て、 同年の11月1日にフォードコーティナの販売を開始。発売当初、韓国では、新進自動車がノックダウン生産していたコロナに比べ、室内空間が広く取られており、エンジンも排気量やパワー、トルクもコロナと比べると上を行くものとなっており、好評を持って迎えられた。1969年9月に発生した大洪水が原因となり、工場が 部品もろとも浸水。それにより、組み上がった車両は、発売当初から、電装系統を中心とした部分の頻繁な故障が、発生。1970年にはユーザーによる、返品騒動が発生した。これを受け、イギリスフォード社は調査団を派遣。その結果、走らせ続けていくうちに、こうした故障は少なくなっていく、ということが判明した。しかし、この騒動が、 きっかけとなり、韓国内では、コーティナは、オスクルマという評判が立ち、販売にも深刻な影響が出た。現代自動車は、1971年に、ニューコーティナを発表する運びとなる。その後、1977年にニューコーティナの後継車種として、コーティナマーク4が登場し、1980年には、最終モデルのコーティナマーク V にモデルチェンジした。 1980年12月までに1万4000台余りが生産された。コーティナシリーズは新車種のステラが登場する1983年5月まで生産が続けられた。ありがとうございます。